はい、こんにちはえっと、今回はマリンフォード編、スゴフェスを引きたいと思います。えー、スゴフェス限定キャラの的中確率2倍で、えー、10プラス1回の仲間探しで、すべてレア4以上というね、あの、2周年記念以来のかなり、お得というか、熱いというか、スゴフェスですね。で、72時間限定で、2016年9月17日12時から、 やってるんですけど、あのー、確率アップの対象キャラが1日ごとに、えー、変わっていって、えー、今回僕が引くのは最終日ですね。3日目。で、えー、確率アップキャラはスゴフェス限定の方は青木じジンベエドフラミンゴ、クロコダイル、白ひげって感じですね。で、僕はログルフィ、えー、クロコダイル、 えー、コクイエース、コクイシャンクス、ミホークと持ってるんで、えー、最終日がね、えー、クロコダイルだけなんで持ってるのが。はい。その他のフェスゲンゲットできる可能性が高いんで最終日にしました。ま、あでも全部出るんですけどね、一応。フェスゲンは。はい。で、他の、え、確率アップ対象キャラはこんな感じですね。はい。えー、もちろん無課金ですよ。1ヶ月我慢して、 えーっとね、600日ログインと、あと、あれ、あのー、アクセスのやつで、ね、20個もらいましたし、まあ、今月は結構石もらいましたよね。はい。で、109ということで、10プラス1回のガチャを、ええー、2回、合計22連引こうと思います。で、心属性確率アップ中ですね。はい。 はい、じゃあ引いていきます。えー、ま、あ今回は、別に課金してもいいレベルですけどね。はい、じゃあ引きます。えーっと、わかっちゃうんで、見ずに。連続して紙出てくるとかは見ずに。うん、引こうと思います。はい、じゃあ引きます。はい、えー、今隠しました。えー、あー、まだ引いてなかった。はい。これあの、金ばっかりだと悲しいんでね、どうだろう。 終わったかなはい。終わりましたね。はい。インパクト。あー、じゃあ、と僕、即属性がね、本当にいないんすよ。お来たジョズ初ゲット。あとは、サッチか、フェスゲン。フェスゲンもいないんで、即属性。これは必殺技が強いんですよね。わ属性の攻撃を一旦無効化する。 さっちが欲しい。おぉサンジ初ゲットこの、修行サンジですよね。狂人タイプキャラの攻撃と体力1.5倍。えー、進化で多分変わりますよね。ね必殺技。敵1体にキャラの攻撃かけ20倍の技属性ダメージを与え、一旦の間、狂人タイプキャラの攻撃を2倍にする。まあまあいいじゃないですか。どうだろう赤髪あったのかなうわ。 上手あれ大丈夫かなスクワードは持ってますねうわやばいぞこれ出てないのかうわあブラメンコ持ってないんですよね初ゲットえー、力属性キャラの攻撃と回復2倍技即スロット力スロットに変換する うわ、まずいな、これ。うわ。うわー。お来た頼む、持ってないやつ。オッケー来た白ひげ残り体力が少ないとき、1の攻撃3倍にする。敵全体の HP30% パーセント、OK、おーっー。えー、6体目ですね。いやー、さ先、幸先。はい。 オッケケーオッケー,オッケーやっぱ見ないと楽しいですね。次を見ずに弾いてみよう。ちょっと一体ずつ出るのがね、ちょっとドキドキするんで、面白い。次は、えー、ね、即属性のフェス、ゲンあと、ローとキザ猿が好きなんで、欲しいですね。じゃあ、明確します。はい。 いずれバギーのね、僕バギーが一番好きなので、バギーの七部会のフェスゲンとか来たら嬉しいんだけど。どうだ終わったかなはい。うおうおー来た来たー一枚目来たんだ。青生地。やばこれ紙引きでいいでしょ、これ。長い。あ、即属性初ですね、フェスゲン。僕。 戦、えー、長効果、一味の攻撃2倍、体力を少し上昇。前のターンに敵を1体でも撃破していれば攻撃倍率が上昇する。最大8ターンで攻撃3.5。えどうだこれどうなんだどんどん上がっていくってことっすよね。最大8ターンで3.5倍ってこと あでも、あのー、属性とか、縛りないんで、使えそうっすよね。最低でも2倍なんで、攻撃。きたー。えー、必殺技。攻撃力上昇。スロット影響。ん必殺、<laughs> ちょっ待って。はい。えー、必殺技。 えー、必殺技発動時に一ミにかかっている攻撃力上昇、スロット影響増大効果を一旦延長する。これどうだまあ、あ、射撃ですし、まあ、国ースいるんで、あれですけど。まあでい大体、上昇させているときはもう、もう、もうボスで終わらせる気で撃つんでね。そんな使わないかな。 えー、カポネは持ってます。モリアも持ってる。えー、あ、なんだっけこれ。バスティーユだっけな、ね、んだっけ。そう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 。これも初ゲットっすね。えー、戦長効果。長い。一ターン内で与えたコンボ数が15以上から2倍に攻撃力を上昇させる。 戦意効果。自分は即スロットも有利スロット扱いになる。必殺技。敵全体に攻撃力かける20倍の力属性ダメージを与え、一ンの間、ターン内で与えたコンボ数が30以上から1名の攻撃力が2倍になる。こういう系ね。さあ、まだ赤髪あるのか。おおこれ初ゲットっすね。これか <laughs>、これカメラのアングル最高ですね。 ナイスカメラマン。えー、戦長効果。冒険、ちょっと。戦長効果。冒険開始時の必殺ターンを2短縮し、白色タイプキャラの攻撃を1.5倍にする。必殺技。封じ状態を1人完全に解除し、打突タイプと白色タイプのフリスロットを持続性スロットに変換する。なるほど。 いいんじゃないでしょうかああこれマルコですねえー、シークレットキャラ戦長効果格闘タイプキャラと強靭タイプキャラの攻撃をかくかく1.3倍にする必殺技体力を3000回復し1ターンの間受けるダメージを半減する まあまあいいんじゃないかな。もう一個ぐらいないかな。赤紙。まあ十分なんですけどね。持ってないフェス限2体なんで。あ、でポ、ポ、イントも稼げますね、これで。懐かしいな、これ。ポイントまだ、オーズすら交換してない。ああ、ないか。あ、ハスゲット、これ。 アトモス。船長効果、力属性キャラの攻撃2.5倍。あ,あ何気にいい,じゃいいじゃないですか。一ミの基礎ステータスがプラス20される。必殺技、えー。敵全体のランダムの対象に力属性ダメージを7回与え、封じ船長効果、無効状態を3ターン回復する。あ、何気に良くないですか、これ。はい。という結果でした。 いやー、よかったよかったよかった。はい。というわけで22連引いた結果はこんな感じでしたね。まあ、紙引きではないですかね。フェスゲン確率2倍なんで、まあ、どうなんだろう。確率通りぐらいなのかな。ま、あでも持ってないキャラ。白ひげや青きじ、えー、修行三時にジョズ、に、あとモスだっけ。あとモス バスティーユ。に、えー、シークレット久々な気がする。に、えー、このアングル最高な、ナミさん。っていう感じでしたね。いや、よかった。先月ね、20連したのに、別言出なかったっすからね。よかった、よかった。で、まぁ、あ、持ってるキャラだけ。 でよ,しよしよしよしこれでオーズゲットこのロケットマンもゲットしないといけないですねいやーギリギリ9月,9月30日までゲッチュ 戦長効果、攻撃開始前、体力満タンで力属性キャラの攻撃を2倍にし、受けるダメージを半減。必殺技、敵全体にランダムの無属性大ダメージを与え、お邪魔スロットも含め、全スロットをランダムに入れ替える。はい。という結果でした。えー、また。来月はどうかな。来月は10プラス1回を1回しか引けないぐらいかな。 うん。とりあえずフェスゲン2体ゲットできたんでよかったっす。はい。頑張って育てようと思います。ご視聴ありがとうございました。